大丈夫。おはようございます。ゴリゴリの雨、やっぱりね、どうしよう今日。さて、もう大幅によって変更です。もう今日一日中、まあ、雨、まあ、なんか山間部の雨ってね、なんかこうなんていうんですか、霧ありがたい雰囲気はいいんですけどね、今日行くところはもう大自然のところの予定だったんですけど、もうこんなんじゃ無理ということで、今からポチポチやって、明日からちょっと波があるみたいなんでね、また海に戻ります。おはようございます。いやー、昨日はちょっとゆっくり編集して、海の方に来ました。いや、今ちょっと海の近くで寝たんですけど、今から海見に行きます。晴れた。これはジャンキーだぞー。やっぱりジャンキーだよ。俺の感覚は合ってた。これはちょっとハイレベルっすね。これはちょっとキビですね。台風ですもんこれ。なんかちょっと話してたら、噂によるとなんかもうダブルぐらいあるらしいですよ。ふわ、しびれる。ほらほらほら、もうエキスパートの子がジャンキーな方々しか入れないよこれ。おーおーおー、乗ってる乗ってる。結局入っちゃった。ほう、なかなかハードな波ですよ。これこれ、3本ぐらいしか乗れなかったな。いやー、でも久しぶりにサイズのある波で最高でした。今からですね、あれを直しに行きます。あれ、こいつですね。ホイールキャップ、あの事件からね、入らないんですよ。パカパカ浮いちゃって、これをちょっとあそこで直していきます。ホイールキャップがもうあのままだと本当にダサいですからね。治るといいんですけど、もしかしたら治らないかも。意外と難しいんですよ。ハマってるだけなんですけどね、うまくいきません。おー、いいな。おー、袖が、ほら、到着。さあ、原因は何なのかをちょっと確認してもらいましょう。いや、めっちゃ簡単に治った。リプロのが偽物、パチモンが付いてて、それのあの爪がね、どうしても甘くて取れちゃったみたいです。もう前後じゃないや、左右変えたら簡単に治りました。助かった。
って感じで、ちょっと夕方もう一回海来ましたんで、ちょっと見ていきましょう。全然変わらず、でけえ。なんかさ、大会があるみたいで、もうプールの子たちがもう10分10分ですね。こんな。もう次だな。さあ、明日もこの辺で会いたいと思います。今日はこの辺で。おそらく波は今日まで。海来てます。見に行きましょう。だいぶ落ち着いてます。こんな感じです。大会よいしょ。大会も終わるみたいなんで、端っこの方でちょっとサクッとね、やっていきます。それじゃあ行ってきます。サーフでした。最高、最高。いやいや、もう鹿児島で会ったサーファーの方にも会えたし、最高ですね。ちょっと今からもう宮崎入ってからですね、ちょっとあの有名なチキン南蛮をまだ一回も食べてないんでね、それを食べに行きたいと思います。これも鹿児島のサーファーの方が教えてくれて、美味しいところっていうのがねあるみたいなんで。到着。マジでありがとうございます。いやいや、チキン南蛮食べたかったよ。ということで、海で仲良くなったシティガイの方にと一緒にご飯行きます。いや、到着したけどなかなかレベルの高い駐車場、激狭。 OK。 いやいや、並んでる。久しぶりですね、昼飯に並ぶの。YouTube の方でこれ関係ない。次だぜ。大丈夫。お疲れ様です。え？最高。あざす。サーフボードにも貼ろうかな。あざす。ありがとうございます。あざす。地面に水平か。これだったら、まさかのステッカーまで買ってもらっちゃってありがとうございました。うまかったー。
あやば、最高な勝也さんですね。入ってますね。ここもなんか雰囲気有名なポイントなんだろうか。さすがにね、もう4時半なんでね、ちょっと波はいいし、人もいいし、雰囲気もスーパーいいんですけどね、ちょっと今日はやめときましょう。くぅ、明日の朝ちょっと見てみようかな。そうしましょう。うん、じゃあ今日はこの辺で、今日の夜は鍋パします。金麦でね。やーべ、超綺麗。ぐらってる。